おはようございます、ちかです。今日はもう手元に現金がないので今からタイバーツを調達しに行きます。私はタイに銀行口座がないというかここでは稼ぎがないので基本的に日本円かベトナムドンを両替することになるんですが、ベトナムドンはレートが悪すぎるので今までは日本円をタイバーツに両替してきました。ただその日本円も現金は持ってこれる限度額っていうものがあるので今後のために今まではタイでやったことがなかったキャッシングを今日はやってみたいと思います。以前私が両替の動画を出した時にクレジットカードのキャッシングの方がレートがいいから両替商に行くのは馬鹿げているっていうコメントをいくつかいただいたので今日はタイバーツを調達するついでにクレジットカードのキャッシング、そしてデビットカードのキャッシング、そして両替商に行ってみてどこが一番レートがいいのかお得なのかっていうのを比べてみたいと思います。では着替えたら行ってきます。はい、5階にやってきました。こちらのフロアに銀行と両替所が集まっております。では銀行の窓口は何時に閉まるのかわからないので先にデビットカードを使って現金を引き出してみたいと思います。ではこちらの銀行に行きます。これでいいのか、綺麗ですね。あ、デビット。アプリケーション K-POP ですか？ What? K-POP? アプリケーション K-POP。 アプリケーション K-POP。 ATM マシンです。 Oh, OK. Yeah, thanks. ってことでせっかく並んでかなり待ったんですけど窓口でカードを出してみたら面倒だからかできないからかわかんないんですけど ATM でやれって言われてしまったのでデビットカードを使ってで銀行窓口で現金を引き出すっていう方法についてはちょっと没になりました。すいません。欧米人はね絶対銀行窓口でやるべきみたいなことを言ってたんですけど、ちなみに ATM でデビットカードを使って現金引き出しキャッシングをしてしまったら一番損するのはもう分かりきっていることなのでお金がもったいないから今日はやりません。ちなみに銀行のレートはと言いますとこんな感じです。とりあえず銀行のレートは悪いですね。では続きましてクレジットカードでキャッシングしてみたいと思います。ここが空いているのでここの ATM でやってみましょう。やばい、さっきの銀行でやればよかった。吸い込まれたよね。何も出てこないんですけど、どういうこと？入れただけなのに吸い込まれちゃったんだけど、エラーらしい。では次、こちらの銀行でやってみます。ここにね、マークついてるから表示あるからさすがにいけるだろう。いきます。結果こんな感じです。カードをお受け取りください。あれ？ご利用ありがとうございました。ここは三井市 UFJ のカードだったら都合が良かったですね。家に置いてきちゃいました。とりあえずこの黄色の銀行では下ろせないみたいなのでパシコン銀行に戻ってきましてこちらの ATM を使います。次こそ行けるようです。はい、こういう感じだそうです。何また？はい、どうしたことか下ろせないんですけど最後こちらでやってみよう。ここでダメだったらもうちょっと疲れたから諦めようかな。ここもちゃんとこのマークついてるからさすがにいけるよ。言語、日本語、必ず日本語あるんですね。暗証番号入力しました。引き出し、その他金額、2000バーツいきましょうか。2000バーツ、はい、こちら手数料が220バーツかかると出てますがプレカのキャッシングだとこれは後々請求されないらしいので OK。 あ、できた、やったー。はい、出てきました。大きいので出てきちゃった。で、カードが出てこないけど、あ、ここにね、出てます。あれ、間違えていいえ押しちゃったら、3台目にしてやっとでした。 ATM とカードの相性があるみたいですね。せっかくなんで、このピンクの銀行の窓口でデビットカードが使えるのかちょっと確かめてみます。
他の銀行は介護オンリーですね。多い当然のようですが、ピンクの銀行でもデビットカードを使って窓口で現金引き出すのは無理でしたというかね、もうあの銀行は外国人はお断りっていう感じかな。とにかくね、どこの銀行も、まあ、ATM 手数料220バーツケチらずに払えっていうことかなって思います。で、私は今おもちゃコーナーにいます。先の方に可愛らしいのが見えたので吸い込まれてきちゃいました。ポケモンとサンリオが大人気ですね。可愛いな。サンリオも懐かしいですね。こんなん昔買ってたな。あ、これモン吉かな。これって日本あるんですか？廃盤になったと思ってたけど、あ、これポチャッコとかも日本にいるのかな。これが最近人気のクロミちゃんですね。これはシナモンロールちゃんですね。懐かしい。うわ、こんな筆箱昔あったわ。こういうタイとか韓国にあるサンリオって公式なんですかね。日本よりだいぶ安いような気がするんですけど、気のせいかな。かわいい。今日はクレジットカードでお買い物をした時の引き落とし額とも比べてみようっていうことだったんですけど、同じ額で比べるとすると2000バーツなので、なかなか私は2000バーツの買い物っていうのをしないので、どうしようかなって思ったところ、シルバニアファンの兄にプレゼントでもあればいいなって思ってきたんですけど、いつもね来るんだけどタイ限定のものがないっていう。もしかしたら日本にないものもあるのかもしれないけど、私は全くわからないからな。適当に買ってこれ持ってるとか言われたら嫌だしな。かわいいな。でもさすがに2000バーツの無駄遣いはもったいなさすぎるので、後ほど桁を1個減らして200バーツのお買い物をクレジットカードでして手数料等を見てみたいと思います。とりあえずは両替所をいくつか見て、現金日本円持ってきてるのでせっかくだから両替していきます。いくつかって言っても2つしか見つけていないので2つしか行かないんですけど、最初に来る時に見かけたこちらのモールに入っている両替所スーパーリッチに行きます。オレンジのスーパーリッチですね。こちらはセントラルプラザラマー9ではなくて、それにくっついているメトロモールっていう名前の場所みたいです。このローソン大きいですね。スイーツがすごい大量に並べられてる。前に取材した時よりさらにパワーアップしてる気がする。こちらです。誰も並んでないから冷凍悪いのかな。冷凍はというと、はいはいはい、あんまり悪いような感じはしないですけどね。おい、オレンジのスーパーリッチは電車乗る時のどうせ帰り道にあるので、もう一個の両替所を見てからいい方で両替したいと思います。ってことでこちらが2つ目の両替所です。これは緑のスーパーリッチではないですが、何か関係あるのかな。冷凍を確認してみましょう。ほいほい、結局冷凍どうこうっていうよりもオーリッチの方は並びすぎているので、オレンジのスーパーリッチに戻ってきました。こちらで両替したいと思います。はい、1万円分両替し終えました。めっちゃ早かった。最速記録じゃないかなって感じ。ちょっと分かりにくいところにあるからかな。誰も並んでなくて、何回通っても並んでなかったな。そして私はセントラルプラザの向かい側にあるフォーチュンタウンっていうモールに移動してきました。こちらで200バーツ分お買い物をクレジットカードにしようかなと思います。セントラルプラザに比べるとちょっと廃れてる感じですが、お客さんがガヤガヤしてないのでお買い物はしやすいです。ここね、マッサージ屋さんがめちゃくちゃいっぱい入ってて、1時間200バーツとかそれくらいなので安めですね。どの店も同じ200バーツか180バーツです。200バーツくらいだったらね、あっという間なので、食品なんか朝食べるものくらいを買っていっとこうかな。では山崎製パンがあるみたいなので、ここで朝食にでもなりそうなパンを買っていっておきましょう。200バーツに計算するのめんどくさいな。ぴったりになるか、好きなの買いたいから。どうせね、クレジットカードのレートは
1円あたりみたいな感じで出してくれるので、まあいいや、適当に買おう。人気ですね。はい、218バーズ分パンを買いました。クレジットの請求額は数日後に分かると思うので、先ほどのキャッシングと合わせてみたいと思います。ではまた日を改めていろいろと整理して、3つのうちどれが一番お得なのか結果見ていきましょう。はい、ということでクレカの明細が届きましたので、バンコクで日本円からタイマーツを得る手段としてどれが一番お得なのか実際に比べてみましょう。先に数値だけ並べていきますが、いろいろと考慮すると数値だけが結果ではないので、後ほど詳細を加えて結論としてまとめていきたいと思います。これから見ていくのはその日の為替レートと、バンコク市内の両替所におけるベストレートでの両替金額、クレジットカードでお買い物した時の請求金額、クレジットカードでキャッシングした時の請求金額の4つです。両替の金額によって結果変わってきますが、まずは現地通貨2000バーツが必要な時を考えます。私が検証した日の為替レートは1バーツ 4.09 円でした。なので手数料一切なしで両替すると2000バーツは8180円となります。そしてこの日バンコク市内の両替所のベストレートは1バーツ 4.107 円でした。ちなみに以前私は YouTube の企画でバンコク市内の両替所を足で回りましたが、ベストレートはネットで簡単に確認できます。ってことで両替所で両替をした場合、2000バーツはこの日8213円です。これがちょっと分かりにくくて申し訳ないのですが、バーツを円にした場合ではなく、円をバーツにした場合、つまり両替所のレートの倍の数値を採用して計算式にし、逆算して1バーツ 4.107 円という数値を出しています。さてここからはクレジットカードを使った場合のお話です。今回私が使ったクレジットカードは楽天ビザカードで、引き落とし口座がゆうちょ銀行です。このあたりのカードの種類や引き落とし口座による違いも後ほど触れますので、先に結果のみ見ていきます。クレカ決済の場合、換算レートは1バーツ 4.214 円でした。このレートはビザが定める基準レートにカード会社が設定した海外事務手数料が上乗せされたものです。ちなみに楽天カードの海外事務手数料は 1.63% です。クレカの海外事務手数料は 1.6% から 2.2% と言われているので、条件としては良い方です。ただし今年4月1日から楽天カードも 2.2% に引き上げられるようです。そうなると請求金額はもう少し高くなりますが、今回の条件下で2000バーツのものをクレジットカード決済すると請求される金額は8428円でした。一方クレジットカードでキャッシングをした場合、変換レートは1バーツ 4.154 円でした。なので ATM で2000バーツを引き出した場合、請求額は8457円となります。ただしこの請求額は繰り上げ返済しない場合のもので、利用日から翌月の引き落とし日まで37日間借り入れた場合の利息約150円が含まれています。クレカで海外キャッシングをした場合に発生する利息は、借り入れ金額×実質年率割る365×借り入れ日数で計算できます。ほとんどのカードで実質年率は 18% なので、ここはいじれないとすると、利息をできる限り少なくするためには繰り上げ返済をするといいってことで、私は楽天カードのチャットサービスで翌日に繰り上げ返済をしました。よって借り入れ日数は1日で利息は約4円となり、請求された金額は8311円です。カードによりますが、海外で ATM を利用した時、1回あたり多くの場合110円もしくは220円の ATM 手数料が取られるようです。私が使っている楽天カードもその設定だったと思いますが、大きな金額をキャッシングした時も含め手数料取られたことはないと思います。もしくはその金額も含めての換算レートになっているのか、そこら辺は謎ですが、上記の金額に加え110円もしくは220円の手数料が追加される可能性はあります。
さらに私のようにカードと引き落とし口座の銀行が違うと繰り上げ返済の際に振込手数料が別途かかります。私の場合は楽天カードですが引き落とし口座がゆうちょ銀行なので振込手数料として160円かかってしまいます。もちろん楽天銀行だとこの手数料はゼロです。なので結局キャッシングで私が2000バーツ得るために支払った金額は8476円です。なんと繰り上げ返済で146円の利子を節約できたと思いきや振込手数料がそれを上回ってしまったので、こういう条件か小さな金額の場合は繰り上げ返済しない方がいいということになります。ってことでまとめてみましょう。この日2000バーツを得るためには為替レートだと8180円、両替所だと8214円、クレカ決済だと8428円、クレカキャッシングだと8476円が必要でした。故にお得ランキングは両替、クレカ決済、キャッシングとなります。これだと金額が小さいので金額を大きくして見ていきましょう。同じように計算してみました。5000バーツを得るためには為替レートだと2450円、両替だと2535円、クレカ決済だと21070円、キャッシングで繰り上げ返済して借り入れ日数が1日の場合29045円、借り入れ日数が7日の場合21007円、繰り上げ返済をせずに借り入れ日数がちょうど30日間だった場合21077円です。では桁を増やして3万バーツならどうでしょう。為替レートでは122700円、両替だと123210円、クレカ決済だと126420円、キャッシングだと借り入れ日数が1日の場合124969円、借り入れ日数7日の場合125215円、借り入れ日数30日の場合126463円です。最後に25万バーツの場合も見ておきましょう。為替レートだと102500円、両替だと126750円、クレカ決済だと105万3500円、キャッシングだと借り入れ日数が1日の場合104万201円、借り入れ日数7日の場合104万3786円、借り入れ日数30日間の場合105万3864円となります。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるので、それは後でまとめますが、結果としてバンコクで金額の大小に関わらず一番お得なのは両替所での両替と言えそうです。もちろんレートのいい両替所でという条件付きではありますが、正直今回みたいにベストレートと言わずともバンコク市内の両替所は全体的に手数料が安いです。というか観光客が行くようなエリアであればとりあえず間違いないと言われているスーパーリッチという両替所が近くに絶対1個はあるはずです。なのでわざわざ銀行で両替する人もいないとは思いますが、そうでなければそんなに悪いレートで両替する羽目にはならないと思います。そして現金が手元にない場合はクレカのキャッシングがお得です。額が大きくなるとクレカ決済との差が大きくなるので、クレジットカードでそのまま支払ってしまうよりはキャッシングをして忘れずに繰り上げ返済をする方が断然賢い選択になります。ここでブログ記事によくあるキャッシングが一番お得説についてですが、バンコクにおいては正しいとは言い難いのではないでしょうか。最も年率が低いと言われているカードでも年率 14% くらいなので、キャッシングをして速攻で繰り上げ返済にしても両替所での両替の方がレートはいいと言えます。わざわざ両替所を探さずとも近くのスーパーリッチに行っておけばキャッシングのレートには大抵勝てます。ではメリットデメリットを試験ではありますが簡単にまとめてみました。あくまでもバンコクに限定した場合です。まず両替所での両替におけるメリットは、一番は先ほどから言っている通りレートよく両替ができることです。これはバンコクに両替手数料が安い良心的な両替所が多いから成り立つことではあります。また何より金額が一番分かりやすいっていうのも両替所の大きなメリットだと思います。
クレジットカードは使用日のレートではなく、カード会社に使用データが届いたタイミングの為替レートが適用されますし、手数料や利息の計算が複雑かつカードによって異なったりと、使用時点ではいくらかかるのかが不確かな一方、両替所はその場に表記されたレート通りに両替されるため、とにかく明確で安心です。一方、デメリットは両替所が混んでいる場合、時間をロスすることです。短期の旅行だと限られた時間を有効に使いたいところですが、バンコク中心部にあるスーパーリッチなどの人気の両替所は1時間くらい並ぶことも多々あります。次にクレジットカード決済についてですが、メリットは現地通貨の使い残しが発生しないことです。慣れない物価の環境でお金の計算と管理って難しいですよね。多めに両替して結局余っちゃうってあるあるだと思いますが、クレカだとぴったり払えるので無駄を省けます。一方、デメリットは換算レートが悪いことです。少額であれば両替やキャッシングと大差ないのでいいんですけど、ポイントがつくっていう点を考慮しても、大きな金額だとクレカ決済はかなりの痛手になります。そしてもう一つ、使える店舗や金額に制限があるっていう点もデメリットです。屋台は QR コードでの支払いはできても、クレカ決済はほとんどできません。またコンビニやスーパーでも200バーツ以上とか一定金額以上しか使えないこともしばしばあります。最後にクレジットカードのキャッシング、メリットは手っ取り早く割とレートもいいところです。バンコクにおいては両替所には劣るものの、繰り上げ返済をすれば比較的いいレートで手軽に現金を引き出せるので、現金を大量に持ち歩く必要がなく安心です。また24時間使える ATM も多いですし、両替所に比べると ATM の方が圧倒的に数が多いので、両替所が混んでいたり、すぐ近くに両替所がないとき、キャッシングで時間を節約することができます。一方、デメリットは利息がつくことですね。少額であればあまり気にしなくていいんですが、当然金額が大きくなると利息も大きくなります。利息自体は繰り上げ返済をすれば最低限に抑えることはできますが、その手続きに手間もかかります。私はチャットサービスで手続きができましたが、カードによっては電話のみの受付もあり、その場合すぐに返したければ自費で国際電話をすることになります。また少額ずつ下ろすと ATM 手数料もその都度かかりますし、繰り上げ返済の手続きもその都度やることになり面倒です。以上、こんな感じでメリットとデメリットがそれぞれあるので、臨機応変に使い分けることが大事ですね。ちなみにデビットカードについては調べてもらうと分かるんですが、クレジットカードに比べると概ね海外事務手数料が高いです。ついでにキャッシングの場合は、クレジットカードでは不要である現地の ATM 利用手数料というものも加算され、タイの場合はほとんどの ATM で220バーツという設定です。1回お金を下ろすだけで1000円弱かかるっていうのはバカバカしいですよね。ってことで、一部例外を除いてデビットカードよりクレジットカードの方が断然お得です。結局のところ、これに限るというよりは、使う金額やタイミングによって都合のいい方法を選んでミックスしていくといいでしょう。まあ普通の短期のバンコク旅行であれば、両替所での両替をメインに足りない分をクレカ決済かキャッシングで補う感じでいいと思います。なので個人的には、今皆さんが所有しているカードだけで十分で、わざわざいろいろなカードを新規契約する必要はないと思います。ただ海外に頻繁に行く人とか長期で滞在する人に、あえて私が勧めるとすれば、ワイズの口座を作っておくことですね。案件でもアフィリエイトでもないので、どうでもいいんですけど、自分がいろいろ試してみて一番ワイズが使えるなって思っています。これは裏技的なことにはなるんですけど、両替所やクレジットカードを使うよりもワイズを使えば確実に一番レートよく現地通貨を得ることができます。どんな方法かというと、現地の知り合いもしくはホテルのスタッフなど、とにかく現地の銀行口座を持っている人なら誰でもいいんですけど、口座を教えてもらってワイズでその口座に海外送金をします。で、その送金した分をその人に下ろしてもらって現金を受け取るっていう手法です。私はタイでは家賃とか大きな金額の支払いは基本的にワイズで送金しています。デポジット分もワイズで送金しておいて、返してもらうときに現金でもらうようにしています。
これはタイに限らず多くの国で使える手法です。私の場合ベトナムでは現地の口座を持っているので普段は何も不自由しないんですけど、島とかめっちゃど田舎に行くと銀行がほとんどなくて ATM があったとしても他人のカードは使えないってことがよくあります。その時は現地の人に事情を説明すると普通に対応してくれるので WISE で送金して現金を受け取っています。今回はバンコクではどうでしょうという話だったので両替所での両替とクレカだけで十分なんですが、地方に行くほどカードが使えなかったり両替所の数が少ない、レートが悪い、使えないっていう存在になるので、そういう方法もあるよっていうのをちょっと覚えておくともしもの時に役立つかもしれません。はい、ということで本日はバンコクにおけるお得な両替方法を比べてみました。バンコクにおいては基本的には両替所での両替が一番お得という結果にはなったんですが、両替所の両替手数料っていうのは店舗賃料や人件費などの運営費やその場所でのその通貨の流通量なども踏まえて設定されているので、それぞれの国や都市によって大きく異なります。なので現地到着前にその場所ではどの方法が一番お得なのかっていうのを自分でちゃんと調べておくと現地でうまく使い分けながらお金の支払いできるんじゃないでしょうか。ということで今回の動画少しでも参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。